東京女子プロレス公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。東京女子プロレスのリングアナウンサー南波さゆりです。本日はですね、いよいよ開幕する真夏の恒例シングルマッチのトーナメント第9回東京プリンセスカップのトーナメント組み合わせ抽選会を行います。はい、こちらにまずトーナメント表があります。番号を振ってありますね。でですね、こちらに1から20までの数字が入った封筒があります。例えばこれは、ああ、こんな感じですね。こう数字が書いてある紙が入ってます。で、これを今からですね、エントリーされた20人の選手に引いてもらって、で、このトーナメント表をその同じ番号で埋めていって決定となります。なおですね、今年は伊藤真希がトーナメント決勝の日海外遠征が決まっているため、で、そして永野ジュリアはスケジュールの都合により不参加となっています。またトーナメント表ですが、スケジュールの都合により7月23日に出場できない選手がいるので、抽選後に公式戦日程が確定となります。ご了承ください。ではですね、シャッフルしていきましょう。これどうやらこの机だとちゃんと広げないとめっちゃ重なっちゃうらしいんで、ちょっと本気でね。はい、落ちましたか、落ちましたか。いや、あっちゃ、手前手前。あ、助かります。じゃあ真ん中でこれ、よし、これでもう十分広がったかな。なんかこんなんでいいですかね、引けますかね。はい、引ける、引ける。はい、ではですね、今年はですね、あいうえお順で引いていただきたいと思います。はい、では愛のゆき選手から順々に封筒を引いてってください。はい、こんにちは、こんばんは。最初は一番困るんだよね、ちょっと選択肢が。あ、じゃあこのなんか裏返しになってるこれでこれで、あ、控えめはい、次じゃあ新井選手、はい、お願いします。新井ゆきです。まず、これにします。お、落とした封筒かな。はい、じゃあ次遠藤愛選手からお願いします。はや、え、はや、はい、じゃあ次角田直選手、はい、端っこ、端っこ、あ、はい、上久美選手、これ、お、さらっと引いていった、うん、はい、じゃあ桐生真弘選手、はい、これ、はい、静か、はい、高田優香選手、はい、はい、つぶめ選手、す、こっち、こっち、こっち、悩んだ、はい、たくみりか選手、はい、すからターンに飛ぶんだ、へえ、こんなどれにするのかな、ね、どれがあるの、え、やめて、ちょっと待って、それ、責任が、これ、はい、選べました、はい、じゃあ、トリバミ、トリバミ、と、たととでもう飛ぶんだ、はい、これだ、はい、中島選手、はい、取りました、はい、はい、波ぬね、猫春な、猫これ、はい、猫これ、はい、猫これ、はい、ね、の、のは光り手、はい、はい、あ、ダメ、え、ちょっと、ダメ、ダメ、ごめん、え、自分で選んでもらっていいですか。はい、ハイパーミサオ選手、はい、次は原宿ポンプ、はい、ゆみずき選手、おはよう、おはようございます、はい、お、残り4枚だ、はい、宮本もか選手、お願いします、はい、決まりました。今年こそ優勝、あれすごい気合いが、あ、しょーい、いいんだ、はい、一緒に、ラク選手、一緒に、一緒に、一応誘われたんです、あ、一緒に行く、あ、じゃ逆に一緒に行く、一緒に行くの、じゃあ一緒に、どっちがいい、せーので指さそう、せーの、あ、じゃあこっちね、よかった、
仲良し、はい、分けられた。はい、で、皆さん引き終わりましたかね、きっとね、はい、持ってますね。ではですね、番号を見ていきたいと思います。じゃあまずは1番引いた選手、1番を引いたのは、あ、1番、はい、中島選手1番引きました。ではですね、はい、ここ埋まりました。じゃあ中島翔子選手と戦うのは2番引いた方、あ、猫春菜選手、はい、中島翔子対猫春菜決まりました。でですね、この2人の中で勝った方と戦う3番の選手、あ、声かった、あ、やばいと緊張感ということでは、じゃあ水木選手がここに入ると、はい、じゃあ中島翔子対猫春菜で勝った方と水木さんが戦う、はい、ありがとうございます。じゃあどんどん開封の儀を進めていきます。はい、じゃあ次、4番を引いた選手の方、あ、アリスちゃん、はい、はい、遠藤アリス選手、4番に名前が入ります。で、遠藤アリス選手と戦うことになる5番を引いた方、はい、あ、はい、渡辺美優選手、はい、ここに入りました。でこの2人と、まずは、遠藤アリス対渡辺美優が決まりました。なるほど、はい、でですね、普通にここはですね、そうですね、ここで勝ったらもうここ行けちゃいますね。え、どういうこと、ちょっといいポジション、あ、いいの、え、めっちゃいいポジションってこと、よかったですよ、戦うんだ、あ、そう、戦います、はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります、はい、で、このブロックを押して、はい、で、次、じゃあ6番引いた選手の方、6ですね、ちゃんと選択があるじゃあですね、山下美優選手と戦うことになる7番引いた選手、いや最悪やこっちのセリフですよ、返しますこれ、やだやだやだもう、はい、じゃあハイパーミサオ選手、はい、山下美優対ハイパーミサオ決まりました。でですね、この2人の中で勝った方と戦うことになる8番を引いた選手の方、最悪やな、本当あれうわもうはい、ラク選手入りました。はい、ということで山下美優対ハイパーミサオで、そのどちらか勝った方対楽、はい、決定です、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。もネクス、はい、どんどんいきますよ、ではですね、9番を引いた選手の方、お、私、はい、角田直選手、はい、入りました。では角田直選手戦うことになる10番を引いた方、はい、あ、愛のゆき選手、はい、はい、ということで、あ、ここもね、有利目ですね、はい、角田直対愛のゆき、え、有利じゃん、ちょっともう、もうこうやって一線なくて、あ、そういうこと、そう、そうなんですよ、本当じゃん、そう、一線省けてる、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 頑張る、はい、ありがとうございます、はい、ネクス、次、こっちだ、じゃあ11番を引いた選手、はい、はい、桐生真宙選手入りました。ではですね、桐生真宙選手と戦うことになる12番を引いた方、はい、新井由紀選手、はい、ここ戦うので、ね、でですね、はい、桐生真宙対新井由紀決まりました。それで勝った方と戦うことになる13番を引いた方、誰、青、はい、野間ひかり選手入りました。はい、ということで桐生真宙対新井由紀決まって、そのどちらか勝った方対野間ひかり決まりました。はい、ありがとうございます。じゃあどんどんいきますよ、あ、失礼しました、顔、すいません、はい、ではですね、14番引いた方、あ、はい、トリッピー、トリバミカヤ選手、はい、来ました、いいとこ、いいとこですよ、はい、ではですね、トリバミカヤ選手と戦うことになる15番を引いた選手、決まりました、はい、ありがとうございます、はい、お、ということはじゃあラストこのブロックですね、はい、じゃあ16番引いた選手、
はい、あ、こんにちは、こんにちは、はい、あ、合ってます、 ありがとうございます、はい、合ってます、はい、原宿ポム選手入りました。で、原宿ポム選手と戦うことになる17番を引いた選手の方ねえ、狭い、もう宮本モカ選手、はい、ということで原宿ポム対宮本モカが決まりました。いいよ、そこ立って、そこ立って、はい、で、原宿ポム対宮本モカで勝った方と戦うことになる18位を引いた選手、うわ大変だ、バチバチやな、はい、すずめ選手、はい、ということでもういいじゃんね、で原宿ポム対宮本モカで勝った方と対スズメ、はい、決まりました。はい、ありがとう、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ということでもうラスト2人ですね、はい、19番を引いた選手、どうも19番です。前のブロックとね、雰囲気一点でね、あ、すいませんね、ちょっと声が出なくない、あ、かわいい声がないですから、かわいい声じゃなくても、かわいい声じゃなくて大丈夫です、やめてください、拍手、はい、20番を引いた選手、はい、はい、最後、最後、ね、待って、靴下、ね、言わない、ね、靴ってない、ね、靴ってなかった、恥ずかしい、ね、本当にひどい、恥ずかしい、写って画角チェックしたのに写ってない、恥ずかしいです、恥ずかしい、はい、ということで、はい、神吹対辰巳理佳決定しました、はい、よろしくお願いします、はい、歩きにくくないか、ね、お願い、見なかったことにしてはい、ということでトーナメント表このようになりました、はい、ではですね、コメントをそれぞれのブロックから出てきてもらって聞いていきたいと思います。ではですね、最初はこちらの中島選手、猫選手、水木選手、遠藤選手、渡辺選手、はい、まず、先日の大田区大会、結構予想を裏切られるような出来事も結構あって、それゆえに、東京女子全体のなんかレベルアップをすごく改めて感じた大会でした。なので、今回のトーナメントも全然読めないので一人一人、真剣にまっすぐ向き合って丁寧に戦っていきたいと思っています。個人的には、常日頃体型の近い猫春菜には、私をお手本にしてほしいと思っているので、これをチャンスだと思って、いっぱい吸収してほしいなと思ってます。はい、真剣勝負でお願いします。はい、では猫春菜選手コメントお願いします。はい、今中島さんからちょっと猫的にすごい嬉しいお言葉いただいたし、初戦から中島さんなのちょっとビビってたんですけど、最初から真剣にもう全力でもうトーナメント勝ち上がる気持ちでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。では水木選手、はい、お願いします。タックのベルト落としてしまったんですけど、まだまだいろんなこと諦めてないし、シングルで叶えたい夢もたくさんあるし、それこそこのブロックに翔子さんがいるってことはすごくすごくチャンスだと思うので、私は一人じゃないと思って今年はもう優勝を目指したいと思います。はい、ありがとうございます。では遠藤アリス選手コメントお願いします。はい、遠藤アリスです。私は相手誰が来てもラッキーとは思ってないんですけど、場所的にちょっとラッキーなところにいるの、いや、いない、相手はラッキーじゃないけど、勝てば一気にカクカクが上に行くので、カクカク行くので頑張りたいと思います。はい、では渡辺美恵選手お願いします。はい、私も、この、トーナメント、この夏は優勝を目指したいと思っています。で、初戦がアリスということで、アリスはこの前、昨日、一昨日くらいの大田区でもものすごく成長している姿を見たので、気は緩めずにしっかり勝てるように頑張りたいなと思います。そしてカクカクが
ラッキーな位置にあるのでしっかりこのラッキーも掴んで、上を目指したいなと思います。はい、相変わらずの不自由の悪さで初戦がハイパーミサオということで、トーナメントはトーナメント1回目、トーナメント1戦目で戦った時は負けて、2回目は取り返してるんですけど、最近のハイパーミサオは何だろうな、私破天荒さプラスちょっと危険というかハードめも混ざってきてるんで、ちょっと危ないかなって思うんですけど、今年こそ本当に優勝狙ってるんで、もうそうですね、秒殺狙いでちょっともう一発目蹴りで行きたいな、時間が経てば経つほど言っちゃった、あっていう作戦言って今作戦、あそうね、惑わすですね、そう惑わす、あなるほど、あ、まあ、惑わしてるから、あそうだそうです、優勝します。はい、はい、ではハイパーミサオ選手、はい、私こそこんな当たりたくなかったよっていう、こっちのセリフだよっていうことがね言えるんですが、山下さんと当たりたい人なんて誰もいないんですよ。その中ででも私ラッキーセブンを引いたということは、なんか山下さんに勝てるような気がしてきたな、なんかしかも今作戦とか言ってるけど完全にポロッといっちゃっただけなので、もうこれここの対策していけば、山田橋だから完全にテストここ出ますよのやつ言ってくださったので、ここをちゃんと対策すれば私100点満点で勝てるなって思ったので、ちょっと急に自信出てきました。勝ちます。そして次戦ラック勝ったと想定して、次ラックに当たるということで、ちょっとこっちの方が警戒したいなっていうのがあって、警戒してよ。私ラクちゃんはまあ私の次に唯一無二のいろんな個性をね持ってるんじゃないかって思うんで、まあ、この間ぺしゃんこにもされましたし、なんか惑わす力が強いので、まあ、1回戦はテスト対策をちゃんとして勝って、次戦はまあ、頑張ります。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ではラク選手お願いします。はい、どっちが来てもちょっと惑わせて勝ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。では角田奈緒選手お願いします。はい、この間の大田区大会でお客さんから紙テープ投げてもらって、声援浴びてすごい幸せな気持ちでなんか終わった大会だったなって思ったんですけど、個人的には悔しい気持ちを引きずってベッドに入ったので、ここはトーナメントはね誰が相手でも絶対勝ってやろうって思ってたので、まあ、この間もね対戦して、なんかゆきちゃんとは対角にいることが多くて、なんかやり合ってること多いなっていう記憶がすごい多いし、多分見る人もどっちなんだろうって思ってると思うんですけど、私が勝ちます。はい、はい、ありがとうございます。では愛のゆき選手お願いします。はい、初戦ナオチということで、去年に7分だったかとかの一本勝負でドローだったんですよ。でしかも結構最後私危なかったので、ちょっともうその結果はそのような結果にはしたくないので、もう今気合もパワーも満タンなので、それを全部ぶつけて、はい、勝ちたいと思います。そしてその先にはね、ちょっと私たちの山チョイシードみたいなところがあるので、その先にはそこのなんか化け物みたいな人ともうすごい怖い人と、もっと怖い子が潰し合ってくれるので、そこの人となんとかそこが戦ってるのを見て対策練って準決勝優勝まで進んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。桐生選手からコメントお願いします。はい、初戦新井さんと戦うということで、まあ、新井ちゃんはこの前の大田区でタッグベルトを取りましたし、元から注目度は高かったと思うんですけど、さらに今注目度が
高まってると思うので、私にとってもこの機会はチャンスだと思って精一杯勝ちにいきたいと思います。でもしそれ勝ったひかりさんなんですけど、まあ、ちょっと私はちょっととりあえず目の前の新井ちゃんを倒すことにとりあえずこうなりたいので、ちょっとひかりさんは一旦置いといてさせていただきまして置いとかれました置いとかれまして、勝ったら勝ったらもうこうこう待ってますやりますので、はい、そうさせていただきます終わりです。はい、ありがとうございます。では新井由紀選手お願いします。はい、私は去年初めてこのトーナメントに出て、去年は初戦で負けてしまったので、今年は一つでも上に進んでひかりさんのもとへ私が行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ではノアひかり選手お願いします。はい、私はデビュー当初からなかなかトーナメントで結果を残せたことがなかったので、毎年今年こそはって言ってるんですけど、本当に結果を残さなきゃいけないなっていう焦りはあるので、今年は絶対に勝ち進んで、そうですね、1回勝てばゆかさんと当たれるかもしれないんですよ。まひろちゃんがこうなる前に私はゆかさんにこうなってるんで、はい、そこまでは絶対に勝ち進んで、まあ、それ以降も勝ち進んでいけるように頑張ります。はい、ありがとうございます。では鳥羽美香選手お願いします。そうですね、いや、くじ的にはいい場所に最初行けたかなって思ったんですけど、対戦相手が惑わされてるぞ坂梨さんだったので、いや、もう厳しい戦いになると思うんですけど、それでも一歩も負けないように、気持ち負けないように全力出していい試合できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ではゆか選手お願いします。はい、まあ、鳥ちゃんはまだまだいろんな可能性を秘めてる選手なので、十分に遊んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、原宿ポム選手からコメントお願いします。はい、ポム、あの2人より対戦なんで、あの勝ってこのなんかこの上のまた強い人たちと戦って勝ちたいと思いますけど、シードが良かったです。ああ、まあでもこの気持ちを試合にぶつけていこうと思います。はい、ありがとうございます。では宮本萌香選手お願いします。はい、初戦がポムさんということで、勝ち進んだらスズメさんということで、2人とも先輩なんですけど、先輩を目指して一つでも勝ち進めるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。今対戦カード変えようとしてる人がいるから、ダメですよ私がシード引いたんだから。はい、ということで、ではスズメ選手、はい、お願いします。ダメ、ね、ということでシードはスズメです。やったやったね。ポムさんとはシングルしたことないし、本当になんか何してくるか分かんなくてめっちゃ苦手なんですけど、勝ち上がってきたらまっすぐぶつかりたいと思うし、モカは本当に最近めちゃくちゃ勢いがあって恐ろしい存在だなと思ってるので、本当にどっちが来ても恐ろしいなと思ってます。でもこっちのブロック、この2人とも戦いたいので、どっちが上がってくるか分かんないんですけど、先輩たちと戦えるのも目指して初戦勝ちに勝ち抜きたいと思います。あ、今大丈夫、これは今結局戻してた結局ね。はい、ありがとうございます。ではですね、パーミック選手お願いします。はい、相手がもしもしリカちゃんで、結構今までトーナメントとかタイトルマッチとかすごい嫌いだし嫌だってずっとめちゃめちゃ言ってきたんですけど、むしろなんでこうトーナメントにめっちゃ意気込める人とか、こう優勝を目指そうって言ってる人って、え、なんでそんないつもより余計に緊張する試合をこう目指せるのって思ってたし、タイトルマッチとかもすごいわーってなんか思ってたんですけど、最近というかよく
まあ、最近で言ったらリカさんはタイトルマッチに挑んでて、でそれ以外の先輩とかもなんかバックステージっていうんですか、試合の前とかにもうめちゃめちゃなんか緊張してる表情だったりとか、なんかこうやっぱ世の中にはやっぱ痩せ我慢っていう言葉があるっていうのをすごく思ったので、なんか自分もなんか怖いからなんかこれやだとか言わずに、しっかりなんかもっとちゃんと向き合って頑張っていこうと思っています。今年この夏、デビュー5周年になるんです。神優が5年すごくないって感じなんで、はい、今年は頑張ろうと思います。終わり。はい、ありがとうございます、はい、では最後辰巳梨花選手コメントお願いします。戻して戻してすごいよOK、 はい、そうですね、私は先日の大田区のメインを経てもう超進化を遂げたと思うし、怖いものは何にもなくなりました。ただ本当にでも神谷もすごいいいこと言ってたし、すごいやる気で来ると思うんですけど、うん、まあ、楽勝はできないと思うから、まあ、新勝でも何でもいいから勝ち進んで、いつも私はトーナメント縁がないので今年こそ夏の覇者になってやります。そしてまた連続でベルト挑戦します。こんなベルトはい、でですね、こちらの公式戦はすべてレッスルユニバースで生中継されます。今年はどの選手がトーナメントを制覇するのか、はい、お楽しみに。それでは本日はありがとうございました。